も、しょうちゃんベースへいらっしゃい。さっきまでちょっと寝てました。今回はですね、12月の最初に1回やりました。コンビニで豪遊企画。第2回ですね。前回はバイトの帰りにそのまま行ったんですけど、今回はね、さっきまでちょっと力尽きて寝てまして、目覚ました瞬間家を出て取りに来ております。今回来たのはローソン。これまた僕、ローソンは行かないんですね。近くになくて。なので、車走らせてきました。腹すかしてきてるんでね、ローソンで気になるもの買って食べていきたいと思います。ということで、買ってきました。結構な量あります。まず飲み物。黒ウーロン茶。新作の飲み物とか買おうと思ったんですけど、甘いのしかなくて、ちょっと今回は買えませんでした。こういう時しか買えないからね。一本。そして、煮卵。これ、ずっと食べてる時期がありました。ランニングとかの帰りにローソン立ち寄って、これだけ買って、パクパクって食べて帰るっていうことをね、してる時期がありました。チーズオーバーチキンカツ。こちら半額になっておりました。200円ぐらいだったかな。あ、俺、レシートなくした。最悪や。元が400、500円ぐらいだったと思うんで、250円ぐらいで買いました。ご飯に合う炭火焼き豚丼の具。これうまそすぎでしょ。絶対美味しいでしょっていうことで、確か300円ぐらいだったかな。そしてローソンといったらこちら、唐揚げくん。今回買ったのが新作で、ネギ油と生姜味。絶対うまいっしょ。デザートに選びましたのが、サクサクバターパイサンド。こちらです。ということで今回使った金額1367円でした。思ったより安かったね。前回が2000円ぐらいだったんで。あ、翔ちゃん、ご飯なくない？お米に合う具買ってるし、翔ちゃん大好きなものだし。持ってきちゃいました。家でご飯炊いてあったんで、米買うのもったいないなと思って、花からね、おかずだけを買うっていう頭でいましたんで、米を持参しました。では早速食べていこうかな。チーズオーバーチキンカツから。はい、うまそう。いただきます。半額っていうことは、それなりに時間は経ってるっていうことだ。うん、うまっ。全然いいぞ。確かに衣はだいぶふにゃふにゃなんだけど、電子レンジで温めたっていうのもあるし、うん、でもうまい。これだけでいいぐらいだもん。全然おかず足りる。あー、黒うどんちゃんね。シンプルで濃いのがいいんだよね。今日の疲れ全部吹っ飛ぶ。いいことなんだけどさ、最近毎日寝る前クタクタになって寝るんだよね。ああ、今日も一日疲れた、頑張ったーって寝ます。そうならずに今日は寝れる気がしちゃうぐらいうまい。汁は持って帰ろう。あれですよ、もったいないとかじゃなくて、捨てる場所がないんで、食べ終わったタッパーに入れればいいか。うん、うまっ。しっかり味染みて、キュッてしてるタイプだね。トンドンかけてみる？トンドン乗せました。なんか野球部のお弁当みたいじゃない？野球部ってさ、こういうタッパーにご飯キチキチに詰めてさ、上におかず乗っけて食べてない。俺の友達それ多かったな。ザ・スタミナ弁当みたいな感じ、みんな。うわ、うめえ！なんだこれはうめえ。レンチンで食べてるとは思えないぐらい柔らかいし、炭火の風味もあってめっちゃうまい。これは味玉も合うよ。うまっ。タンパク質鬼摂取だな、今日。コンビニでここまでさ、いろんなジャンルの料理をこのクオリティで食べれるんだったら、そりゃ自炊しなくなる人もいっぱい出てくるわ。僕普段は節約の方を取っちゃうけど、だいたい30分あれば1回の食事で食べたいもの何でも作れると思うから、30分か30秒かみたいな話じゃん。お金と時間だけで見たら、それぐらい差が生まれるから、いい塩梅だね。唐揚げくん食べます。こんなに唐揚げって感じだったっけ。もうちょいナゲットみたいな感じじゃなかった。なんかめっちゃ唐揚げだね。いただきます。こいつはうめえわ。生姜使ってるものって生姜強すぎたりするんだけど、これはいいバランス。ネギ油の方がしっかり効いてるから、生姜がアクセント程度で終わってくれてるのがめっちゃいい。うまっ。1個あたり46キロカロリー。え、唐揚げ1個、マジ。え、これ1個じゃなくて唐揚げ1個。高っ。カロリー高っ。このトンドンはタレがうめえ。タレついたご飯でいいわ。こ
この曲多分次はデイリーヤマザキとかかな。セブンとかさ、ファミマって身近にありすぎて、デイリーヤマザキとかって何あるんだろうね。あんまり行ったことないからな。ローソンはね、無印とか売ってたよ。不揃いバームとか売ってました。あれマジで俺まずいバームだと思ってたんだよね。なんでまずいバームっていう名前で売ってんだろうって最初思って、そしたらよく見たら味じゃねえなと思って、不揃いバームだわと思って。まずいバームって売るわけないもんね。ただ単に無印良品が尖ってんのかと思ってた。ご飯食べ終わりました。よし、ここに汁を倒して、タレを倒して、蓋をしっかり閉めて、これを袋に入れておこう。カツ残っちゃったんだけど後で食べるわ。今日ちょうどバイト先で話してたんだけど、おかず一皿に対してご飯大盛りを二つ頼んだお客さんがいて、あのお客さんは本当にご飯が好きなんだろうねみたいな話をするわけですよ。おかずとご飯どっちかが多いってなった時にどっちのがいいかって話になって、僕はご飯多い方がいいなって思って、僕はどんなにおかずがあっても米がないとなんか進まないんですよね。自分の皿に生姜焼きが5枚あって、3枚で米は食べちゃったと、で2枚残ってる、でご飯のおかわりはないってなった時に、その生姜焼きあんまりそそられないというか、米がないとどんなに美味しいおかずでもなんか箸が止まっちゃうんですよね。食べれるんだけどね、実際そういう状況来たら残さずに食べるんだけど、でも米があった方がいいなって思える。聞く感じやっぱおかず多い方がっていう人のが周りには多くて、皆さんどうですか？なんか僕がよく言うのは、まあ唐揚げ1個でご飯1杯は食えるよみたいな、極端なんだけどそれぐらいの気持ちはあります。でも昔からね、あのふりかけとか好きなんだけど、ふりかけご飯をいっぱい食べるとか、お茶漬けをいっぱい食べるとかはできないんですよ。適量、本当にそれこそ適量になっちゃう。ふりかけご飯大盛りで食えないね。なんかわかんないけど、唐揚げくん多くね。やっと食べ終わったと思ったらまだ1個入ってた。唐揚げくん完食。デザートのタイプといきましょう。見た目はめっちゃうまそう。いただきます。クリームが、あの昔よくケーキの上に乗ってたさ、ピンクのクリーム、バタークリーム、あれまんまだね。昔あれあんま好きじゃなかった。でもピンクかどうかは店によるか。僕がよく昔食べさせてもらってたケーキ屋さんのケーキはポイントポイントにピンクのバタークリームが乗ってたんですよ。見た目的にはそれ欲しいんだけど、味的にはいらないんですよね。バタークリーム食べれない人絶対食えないわこれ。うまいんだけど重たすぎるというかすごいねこれ、どっしりくる。ごちそうさまでした。ということで今回は第2回コンビニ合流企画、ローソンでやってみたんですけど、うますぎた。それとね、なんかちょっと安く感じた、わかんないけど相場よりやや安いのかなーって感じはしたんで、また機会があればご飯食べたいなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。しょうちゃんベースのチャンネル登録よろしくお願いします。高評価コメントもたくさんお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。 See you again。本日もご視聴ありがとうございました。しょうちゃんミュージアム現在募集しております。皆さん送ってみてください。ということで最近の動画はちょっと長くなっておりますが、いかがでしょうか。皆さんが喜んでくれるなら、僕はこの尺を頑張って維持します。感想の方たくさんお待ちしております。